さあ、行きますよ。孫悟空さん、ずいぶんと待ちましたよ。あなたに復讐するこの時をね。ま、ベジータさんと一緒なのは少し意外でしたけどね。どうやら本当にフリーザのようだな。おめえどうやって生き返ったんだ？ドラゴンボールを使ったのさ。そうなんだろう。その通り。私は帰ってきたのですよ。あの忌々しい地獄から。知らねえよそんなこと。おめえが勝手に地球に来てトランクスに殺されちまったんじゃねえか。すべての始まりは孫悟空さん、あなたなんですよ。私はね、あなたに生きていられるのがどうしようもなく尺に触るんですよ。この前は正直油断をしてしまいましたから、今度は一気に最終形態になりますよ。その様子じゃフリーザおめえかなり強くなってんな。その通りです。私は蘇ってからあなたと戦うためにずいぶんとトレーニングをしました。そんな努力初めてでしたよ。私ともあろうものが、おかげで自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。もしかしたらこのまま勝てっかもと思ったけんでよ。やっぱ無理みてえだな。奥の手出すかな。クレック、この力受けてみるか。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう。私のさらなる進化を。すげえ。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。やっぱおめえただもんじゃねえってことだな。根っからの悪人でなきゃいいライバルになれたってのによ。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね。では私の復讐を始めましょうか。あれはビルス。なんだフリーザ、僕を。さあ、選手交代だ。ここで見ていろ。フランコなしでお願いしますよ。フランコなしでお願いしますよ。思い知らせてやりましょう。油断大敵。あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。やれやれ。邪魔ですね。おのれ。
様の時代はとっくに終わっているんだ。二度と蘇るんじゃないぞ。お前たちもね。